こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア軍の防空部隊が対空ミサイルシステム s 300で味方のロシア軍戦闘機スホーイ35 s を撃墜してしまうという大失態をしでかしたと報じられていますロシア軍パイロットは死亡したということです今日はこのことについてお話します ロシア軍が地対空ミサイルで自軍の戦闘機スホーイ 35S を撃ち落としたのはウクライナのザポリージャ州のトクマク付近です。トクマクはロシア軍とウクライナ軍が最も激しい戦いを繰り広げている最前線の近くに位置しておりロシア軍がそこに投入した戦闘機スホーイ 35S をロシア軍防空部隊が誤射して撃墜しました。 この映像は9月29日に SNS にアップされましたザポリジャ州の特幕付近でロシア軍の防空部隊が地対空ミサイルでロシア軍の戦闘機スホーイ35を撃墜した瞬間の映像だといいます垂直に立ち上がった煙がミサイルの鉱石ミサイルの命中した場所がこちら そして左下へと斜めに走っている煙が墜落の鉱石ですこちらの映像は10月1日に SNS にアップされましたロシア軍の防空部隊が地対空ミサイル S-300 で撃墜したロシア軍の戦闘機スホーイ35だといいます戦闘機はほとんど燃えてしまっていますがその形は残っています地面に不時着跡が残っていないことから ミサイル命中後全く操縦することができずに落下したものと思われます。軍事メディアのウォリアー名分で軍事アナリストのマーク・エピスコポス氏は6,000万ドルもするスホーイ35戦闘機のようなロシア空軍の高級な機種がウクライナの前線にこれほど近いところで作戦を遂行するのは極めて異例だと述べています。ロシア軍はウクライナ侵攻以来 ロシア地上軍は莫大な損失を出し続けているのに対してロシア航空宇宙軍の損失はおよそ90機の固定翼機を失ってはいるものの地上軍の損失レートから比べると比較的緩い損失レートになっているといいます。これはロシア軍が進行当初から航空機を前線にに、投入せずに 安全な距離からミサイルを打ち放つスタンドオフ攻撃のプラットフォームとして使うという航空機を温存する戦術を貫いてきたからだと言いますですから6000万ドルの高級な機種を最前線近くまで投入したのは極めて異例でありそれは この地域で運用されているウクライナの地対空ミサイルシステムの脅威の評価をロシア軍の司令官が格下げしたことを示している可能性があるとマーク・エピススコポス氏は述べていますしかしながら結局自軍の対空ミサイルで虎の子の高級機種を失う結果になったのは極めて皮肉と言えます。 スホーイ35は1980年代に大量生産された旧ソ連のスホーイ27戦闘機を大幅に近代化してバージョンアップするという取り組みの結果生まれた改良機で2014年に運用が開始されたといいますロシアのメディアエアウォーはスホーイ35の性能はラファールや ユーロファイター2000などのヨーロッパの第4世代と第4世代以降の全ての戦術戦闘機や F15F16 を近代化したアメリカの戦闘機の性能を上回り第5世代戦闘機 F35 や F22 にさえもうまく対抗することができる高性能機であると豪語しています。今日はここまでしまままででししす最後ごご視聴ありがとうございました チャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた